Hello! Mga kababayan ko, mga Bisaya, marihimo ko, karoga mo, panihapong! Yay! はい、今日は親子丼を作りたいと思います。はい、まず最初、材料がこちらの鶏肉、こちらの卵、こちらのネギと玉ねぎ、調味料が白だしと新調味料、こちらの本だし 8g のやつと料理酒っていうのを使って作っていきたいと思います。イエーイ。こちらの鍋に水を入れます。のカップを2杯分、うん、2杯分入れます。もうちょっと、あ、もうちょっと、3杯分でした。はい、はい、ほんで温かいしてください。次はこの鍋は温めます。こちらの水入れたお湯が温かくなったので、調味料たちを入れたいと思います。一番最初にこちらの本だしを入れます。全部入れていい？ロカクッペ、はい、入れていいよ。全部全部入れます。はい、入れて、うん、で、はい、次はこちらの料理酒っていうのを2杯分入れます。こちらの新調味料みたいなやつを入れます。1杯分です。はい、次はこちらの白だしを1杯分入れます。で、味し混ぜて味してみな。はい、混ぜます。おー、ごめん、手がある。何この白いの、ほぐしてし、違うの、味してみて、ほぐして、はい、うん、美味しい。でも、まあ、飲んでみて、はい、ちょっとしかないけど、うん、大丈夫。味が揃ったってことで、チキン入れてください。チキンを入れます。ベッコリ、はい、もっとして、でも横で飛ぶから、次はこちらのネギと玉ねぎを入れます。最初に玉ねぎを入れます。ちょっとネギも入っちゃうけど、うん、次は砂糖をちょっとだけ入れます。ちょっと甘み入れます。甘めに、はい、OK。 で、コトコトで混ぜたまま、このまま待ちます。で、またこちら5分温めたので、次に卵を入れます。ぐるっと入れます。そう、なんか静かになった。で、混ぜます。はい、最後はもうあれ、ネギを入れます。こうしよう、こんな感じになりました。わお。こちら白ご飯入れた茶碗の上に、こちらを入れます。
こっちがママ、こっちが私のです。こちら私の大好きの夕飯です。美味しくいただきたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。また見てね。バイバーイ。